皆さんこんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。今回は2020年9月以来の企画、こんな乗り換え屋だリターンズさん関西編をお届けします。なんでこんなに空いたのですか？はい、管理人は基本上海に在住しております。このシリーズはオンサイト撮影が必要だからです。コロナ禍で日本にはなかなか帰国できなかったのですが、今回久しぶりの帰国ですので3回目をお届けします。乗客を酷使する乗り換えもありますが、今回はそんな乗り換え不要だという乗り換えまで実施いたしました。また今回は関西番外編のおまけもありますのでお楽しみにしてください。では早速見ていきましょう。阪神尼崎駅から JR 尼崎駅、これはっきり言って不要ですよね。大阪駅で阪神に乗るか JR 乗るかを判断できますよね。はい、だから乗り換えする必要はないと思います。しかし実態、外地から来る人がよく間違えるそうです。阪神尼崎駅から JR 尼崎駅までは阪急バス、阪神バスで移動できますが、夏の暑い中歩いてみました。東側へ降ります。この道はですね、尼崎高線が通ってた道です。JR 川西池田駅から阪急、能勢電川西能勢口駅。この移動は専用遊歩道がありますが、600メートルと結構歩きます。これから川西池田から川西のすぐ先行く。これも必要ですか？これは案外、使っている人は多いと思います。この区間は過去能勢電の路線がありました。今は国道176号線の上を遊歩道で歩けるようになっております。降ってますよ、はい、これがですね、川西池田駅です。昔はですね、ここからですね、なんか自然みたいな能勢電車が走って川西能勢口になる、こんな感じになって、はい、もうちょっとですね、今だいたい3分経過してます。こういう感じです。国道を渡って国道176号線に来たんです。はい、広くなりましたね、この国道。もっと狭くて渋滞です。歩いて約5分ぐらいで、ここ来ました。5分も来ない。なんかこれ、駅ちっちゃ。阪急能勢電車が川西能勢口駅、ちっちゃなかったんですよ。新幹線でまだ駅はもっと向こうです。閉まってますよ、道路通って向こうです。なんかちっちゃかったんです。そらこれここは中西の線、やっと出た。あ、本当だ、これが駅だ。これ、フェイントだった。やっと出た。やっと出た。バスターミナルになりますね、これね。はい。はい、お疲れです。阪急電車。これ多分あれじゃない、車体通して乗り入れたやつも遅れちゃう。ここにほら、ここに車体通って。日生中央駅、
妙見口駅と乗って再び川西の瀬口駅へ戻ってきました。次の目的地へ向かいます。JR 河内岩船駅から京阪河内森駅。この乗り換えは2年前にご紹介しました。しかし Google マップ上です。本日は実際に歩いてみました。尼崎駅、川西池田駅から言えば序の口ですね。大阪メトロ中百舌駅から南海電鉄、仙北高速鉄道中百舌駅。この駅の距離は100メートル未満ですが、地下から地上への高低差があります。大したことないよ。もっとすごいと思った。大したことない。全然大丈夫。
本当します。危険ですから黄色の展示タイルまでお下がりください。次はいよいよ乗り換えが長すぎる駅が登場します。大阪メトロ四ツ橋線本町駅、御堂筋線本町駅。これ絶対不要ですよ。この路線図見てください。本町駅は横長ですよ。そもそも本町駅は御堂筋線で行くか四ツ橋線で行くか難波駅や梅田駅で判断しますよね。いや、本町駅自体カオスな駅として見てほしいのです。上がったり下がったり、変なショッピングセンターに入ったり大変でした。ここはもうね、四ツ橋線のここ出れるんですよ。これからですね。中央線乗り換えに。どんだけあるか聞こえたんだって。ここに引っ張ると横田出るね。これ、本町ビル。四ツ橋線から中央線乗り換えだ。疲れた。あ、来た。中央線だ。長いな。で、ここまで来る。出ましょう。はい、ここへ。あ、進む。やっと着いた。これがまたくせ者なんだ。見通せるで本町駅や。四ツ橋線から中央線を経て御堂筋線に来たんで、あ、もうこうやって全然バリアフリーじゃない、全部階段まあ多分どっか行けばエレベーターあると思うから、どっちでもいい。なんかほらこっち行ったりな、え、こっちもあるね、こっちもこっち行って、御堂筋線こっち行って、
二郎先生。遅すぎる。エスカレーター。これ階段でもうちょっとやばい。でこれようやく二郎先生なんですけど、あそこから出るけど出たい。これがね結構変わる。出口9番10番はい、こちらがですね、ようやく二郎先生の近く。これねモバイルスイカだから一回切りますよ。これ今外出てきて、こっちから、うん、今こっちから出てきたんですね。これ外なんですけど、これがですね、外で出ようと思うのになかなか出れなくて、出口、これ見てください、出口がね、これ見てください。事故防止のためエスカレーターは、これ出口、下って書いてある。こっちの出口が11で、じゃあ出ようかなということで、出口が11、12とこれが11、12で、ま、出ようと思ったらまた下らなきゃいけない。なんで一回下に下るんですか、向こう側に。また向こうに元に戻る。なるほどなるほど。で、疲れだわ。これが千葉センタービルっていう。これに。どこ出てきた？あれ、どこですかこれは？あれ、どうやって出るの？出口？出口はどこ？これまだ地下なの？あ、これ。あれ、これは？これ動くかな？無理だ、これ。止まってる。止まってる。あ、死ぬ。通りね、あれどうやって出るの？あれ行ってしまった。あれシャッター閉まってます。向こう行くんですか？これ僕は演技してるわけだ。本当にこれハンドどこに出てくる？やっと出てくる。真っ暗だ。ありゃどこだこれ。ああそうだ、高速道路下のとこ。ありゃやっと出てきました。本町駅横断は13分かかりました。
こんな乗り換え屋らしいですね。今日はですね、四日市、近鉄の四日市から JR の四日市までということで、今近鉄の四日市おりますので、 JR の四日市へ行きます。駅前にあります。これをですねリセットして、どれぐらいかかるかということで、開始開始で行って代表的なところだけ、はい、まあ、ねえねえ、近鉄四日市って結構賑やかで、こういうあの商店街、このねアーケードがすごいんですけど、どこの際にアーケードがあるっていうのはあんまりなかった。普通アーケードはのビルとビルの間にある、はい、まあ、飲み屋さんの余談ですけどですね、四日市アスナロ鉄道という電車を乗りましたら、あそこはですね IC カード OK でしたすごい、ね、ちなみに桑名から出てる養老鉄道は IC カードはダメでしたIC カード対応するしないによってですね、お客さんの あの入りが違うと思いますね、はい、IC カードはやっぱり対応すべきだと、はい、これが地下道を取っていきます。あ、とりあえず私の50超える普通歩いて、その近鉄四日市から四日市までどれぐらいかかるかということでやってみました。シリーズでですね、過去3作あったこんな乗り換え屋だとシリーズで、今回また久しぶりに復活させました。今回ちゃんと動画で撮っておりますので、あの皆さんがどれだけ乗り換えが大変だったということが分かると思います。ここはなんか四日市の商工会議所があるんですね、はい、商工会議所、多分これが市役所でしょう、はいはい、あでも涼しいですね。今日8月のですね5日なんですけど、昨日まで大雨だったんですけど、大雨とですね熱波が来て、あ、そうだ、今日は涼しいです。で雨もね今降ってなくて、結構天気、これ市役所ですね、はい、これ何、これ県道ですか、なんか広い道ですね。だからもうバスと車が、ところがですね、あの駅の前を反、その名前に反して境町、全然境じゃないですありません、もう看板すら外してしまいました。寂しい寂しい寂しい、寂しい雪でございます。はい、一応ここまで着きました、はい、これから名古屋に帰ります。はい、21時54分です。21分ですけど、切符を買ってたことを忘れてしまいました。まあ、約15分ぐらいですね、時間としては。すいません、失敗しました。あ、伊勢鉄道の車両が来ました。撮りましょう、撮るだけ。